まずはですね、サオリンさん、お悩み相談させてくださいということで、高校1年生なんですけど生きることがわからなくて、嫌なこととかあっても誰にも言わずに頼まれたことは全部こなして、先生からの信頼もほどほどにあったと思います。クラスでは学級委員をやって、クラスのまとめ役でした。でも突然これが苦しくなってしまって、自傷行為に走るようになってしまいました。学校でも喋らなくなり、一人でポツンとして過食して気持ち悪くなって、眠ることもなくぼーっとして1週間くらいほとんど寝ない時もありました。死にたい、死んだら楽になるのに。でも中志くんの言葉が胸に響き、今生きていますと。自傷行為をやめたいとも思わないし、死にたい気持ちもあります。でも剛くんのおかげで少しだけ生きようとする意思もある。どうしたらいいんでしょう。私生きてる価値なんてないと思うっていうメールとですね、さくらちゃんがね、18歳の子なんですけど、私は高校3年生のさくらと言います。実は何度もメールを送ろうと思って試みていたんですが、勇気がなくて送れずにいました。でも今は何より剛さんにお願いがあって思い切ってメールを送りました。実は私は半年くらい前から学校でいろんなことがあって辛い思いをしています。このことに耐えられなくなって死んでしまおうと思ったことが何度かありました。そのせいか、少し前までは受験生なのにあんまり学校に行っていない時期がありました。自分って弱い、ダメダメ人間、みんなみたいに自分に自信がない、そう思っていて、きっと死んでしまうのが一番楽なんだってずっと思っていたんです。でも剛さんの音楽や言葉に触れ、私もまだやれるかもしれない、逃げちゃダメだと思えるようになりました。今の私はまだまだ薬を飲んでいないと喉にパイプが詰まっているみたいに息がしづらくなったりしちゃうけど、明確にやりたいことが見つかったのでとても前向きな気持ちでいますと。こんな私ですが、誰かに応援してもらいたくて思いついたのが剛さんでした、というようなメールをね、いただいてるんです。で、必ず笑顔で剛さんのライブに行けることを楽しみにしていますって、時間がかかったとしても自分の夢をつかみたいと思いますって言ってメールをくださっています。あとはね、あやこさん、14歳の子なんですが、この子はですね、初めてメール送らせていただきますということで、私は、一昨年から、精神的に体調が優れなくなってきて、今はだいぶ良くなったんですが、たまに自分とは何なのか、何のために生きているのか、いろいろ考え、何も見えなくなる時があります。その時剛くんの音楽を聴きました。剛くんの歌は飾らないメッセージがあり、素直に心に響くものがあり、剛くんの伝えたいことが少し分かるような気がしました。剛くんの歌を聴いていると不思議と自然と安心できるようになります。ここでお礼を言わせてください。剛くんありがとうございますというメールいただきました。これ皆さんの10代の子たちなんですけどね、まあ僕自身も10代の頃は相当悩んでます。まあ急に社会人のような、学生のようなみたいな時間を過ごしてきましたから、だから何が言いたいかというと、今いるこの場所、今いるっていうこの時ですよね。これはいつしか過去になりますからね、話している瞬間にも過去になっていくものであって、だからね、やっぱ過去を振り返って未来に進むっていうこともすごく大事だし、今だけを見つめていては誰だって苦しくなるのは当たり前ですから。昔の自分、昔自分ってこうしたいって言ってたなみたいな、そこに今立ててるんだろうか、ああ立ててないからちょっと一回戻ろっかなみたいなこといいと思うんですよね。どうすれば戻れるか、その時よく食べていたものを食べる、よくその時行ってた場所に行く、音楽を聴く、なんかそんなことをして、記憶の中で、感覚の中で過去に戻るんですよね。そうするとね、なんか感覚で未来見えてくるんですよ。で、感覚で今が見えるんですよ。で、その今がどれだけ自分にとってしょうもないか、どれだけ自分にとってためになるかみたいなジャッジもできるんです。でしょうもないなっていうなんか事柄とかがあるならば、あ、これはいいな、これはやめよう、あ、これもやめてしまえ、でもこれだけは残していこうって言ったら本当の自分が残ります。本当の自分っていうものが決まったら強いです。簡単に
力強く素直に純粋にまっすぐに自分らしく生きていこうっていう、その答えが簡単に出ます。人からね、周りにいろいろこう言われることで苦しむ必要性はないです。うん、まあ、10代だからいろんなことやっぱり考えちゃうしね、周りに言われると、あ、それって良くないのかなみたいな。いや、もう僕の10代なんてもう本当大変でしたから、自分で言うのも嫌ですけど、でも僕ほとんど記憶ないんですもん。しんどすぎてかわいそうやなと思うんですけど、全然覚えてないです、自分が誰と会って何したかなって。忙しすぎてほとんど寝てないから、うん、当たり前よね、寝てへんかったら記憶ないよね。うん、でもそういう過去があって、もう一度生きようと思って、今これだけ幸せないろんな人たちと出会って、音楽できて、ああもう親孝行できて、ああめちゃめちゃ感謝せなあかんなって、うん、あの時諦めんでほんま良かったって僕は今思ってます。僕はね、僕はもう音楽に出会って、すごく救われた人間です。うん、だから自分にとって何か救われる瞬間を与えてくれるものやジャンルや世界ってあると思いますよ。そういうものにまだ触れていないのであれば、触れたらいいのにって思います。うん、触れる前からいろんなこと考えるのはもったいないなと思いますね。うん、いろんな世の中のいろんな人が熱中しているもの、なんでこれが楽しいのやろって頭かしげるようなものでもいいから、そういうものを何かこう自分も見つけてみるっていうことも大事だし、でも一番見つけなきゃいけないのは自分です。本当の自分。うん、そういうものが見つかればものすごくナチュラルに毎日毎日時を刻んでいけるんじゃないかって僕は思うんですね。